パネルディスカッションが非常に面白かったですね。やっぱり複数の方が割とクローズな空間で、結構好きなことをおっしゃってるので、はい、なかなかやり取りとかですね、いろんなこう意見が出てくるところに興味が持ちましたね。その辺のところはあんまりモデレーターをされる方もなんかこうこじんまりとまとめられようとはさせずに、それぞれこう意見の食い違いは食い違いで意見の相違ということで置いておられましたので、その辺がこう下手にまとめるよりも良かったかなというふうに思いますね。そうですね。やはり各業界の CIO が一堂に集って、何でしょう、いろんな IT 部門が抱える課題であるとか、この先どういうふうにあるべき姿かということを一緒に考えるということじゃないでしょうかね。非常にですね、自社の抱える課題を非常にディープに話すことができるので、1対 N じゃなくて1対1 on 1ということで考えると、自社の課題を深掘りできるという意味では非常によろしいんじゃないかと思います。例えば私は IT の立場で出てきてるんですけども、いろんな業種の方が来られているのと、それと全然こう先ほども挨拶させていただいたんですけども、例えば京都府の方とか奈良県のいわゆる CIO 補佐官みたいな方が来られてまして、そういう方とはなかなかこう話をできるチャンスとかないもんですから、こういう方がおられるんだなとか、そういうのでこう、それこそネットワークですよね、そういうことが非常に良かったかなと思います。それとIT の関係の立場でいうと、昨日の三沢ホームの方とかユナイテッドアローズ、今日お聞きした、日産自動車、それぞれ個性があって、なんていうかこう100人100用という形ですね。目的、我々 IT にかかっていると目的にしているところは大きくは一つなんですけども、だんだんアプローチの仕方とか、それから各会社の背景とかが違いますから、その辺の違いを、結構こういう場合はこうやっておられるんだなということが結構分かって楽しかったですね。自分の会社にもいくつか役に立つ部分もあったかなと思います。一方的にこう聞くだけではなくて、やっぱりこうコミュニケーションを取れる、例えば環境とかから時間帯とか、そういうのが結構たくさんありますので、昼も夜も、そういう意味で言うと他のカンファレンスなんかよりははるかにそういう部分がいいかなと思います。こちらの方が非常にオープンですよね。どうしても日本のトラディショナルの方は結構詰め込み型っていうか一方通行のことが多いので、そういう意味ではインタラクティブにいろんな話ができるってことはいいんじゃないでしょうかね。面白かったですね。